小太郎久しぶり。今日の試食はウインナーなんだ。食べてみるか。そこのウインナー全て買おう。え？え、マジか。最近気前いいな。試食係殿。小太郎、何か買い忘れか。やはり心配でな。うん、お主のお腹のことだが。ああ、これはな。お主の仕事は売れ残ったら全て自分で片付けなくてはならないのか。うん、わらわが気づかぬうちに随分とお太りになられて。赤ん坊。そうだよ、売れ残り食べさせられてるわけじゃないから安心しな。だから最近大量に買ってってくれたのか。うむ、お主からかっているのか。本当だって。このお腹桃ではなかろう。そりゃ童話の桃太郎の話だろ。お主童話を笑うでない。童話は良いものぞ。桃太郎は特別だとして、でも本当はな、赤ちゃんは愛でできんだよ。お父さんとお母さんがお互いに愛してるってなると、こうやってお母さんのお腹にできるんだよ。わらわもそうなのか。もちろん、小太郎のパパママが愛し合って生まれたのが小太郎だ。なるほど。この子は私とこの子のパパを幸せにしてくれる宝物なんだ。宝